僕はさっきも言ったように逆で、その普通のコンペとかをやる前に学内であったコンペを それでこう立ててしまったから順番が非常に逆で、その後そのより抽象的な方に転換していったんですよね。でその折り合いが、まあ、課題とか、たまたまお施主さんがいたりとかで、その折り合いっていうのを常にこうつけながらやったんだけど、だからスタートが逆だと思いますね。最初に、まあ、方法論があったか分かんないけど作っちゃって、その後に、まあ、方法論とか抽象的なことをどんどん積み重ねていった感じですね。そのやっぱさっき言ったあのたまたまプレゼンした人だけど、すごい多様ですよね。その1分の1って言ってもやってることが、その僕らまあ近い本当同年代で考えると、やっぱ1分の1やってることって非常に似ていたけど、彼らが話すことってね、今回たまたまですけど、あの全然いろいろやってたから、それは面白かったです。